テレトビズ。トルコ北部の黒海地方では大雨による洪水が相次ぎ、12日までに少なくとも17人が死亡、住民ら1400人以上が避難を余儀なくされています。一部の地域で1日の降水量が240ミリを超え、特に被害の大きいカスタモヌ県やシノップ県では住宅地に水が流れ込みました。欧米のメディアは政府機関がこの50年あるいは100年の間経験したことのない災害だと警告したと伝えています。トルコでは南部の地中海沿岸部で7月下旬から森林火災が発生し、100カ所以上に延焼しました。南部で火災がほぼ鎮火した矢先に北部が洪水に見舞われ、相次ぐ自然災害の背景に気候変動の影響が指摘されています。